筋肉マン、今度はロビンマスクとの戦いの思い出が出てきて、ほんとよかったね。対戦相手を侮辱するのが許せない。テノが対戦相手へのリスペクトが感じられたし、悪魔だろうとしっかり修行して、自分の弱さを克服してる。テノもかっこよかった。来週もアトランティスに頑張ってほしいです。以上、筋肉マンのお話でした。